はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。幼稚園受験で大苦戦するわがままな子供です。それでは西荻フレンドリースクール室長の近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、いつも小学校受験の話ばかりしてるんですけど、実は幼稚園受験も対応しております。はい、はい、ということで、幼稚園受験も実はこの小学校受験と同じぐらいのシーズンでやってるんですね。そうですね、私たちはあえて幼稚園受験コースっていうのは別に作ってはいないんです。はい、で、たまたま仲良しで仲良し教室っていう、ね、2歳児クラスがあるんですけど、はい、そのクラスに1歳6ヶ月から結構在籍してる方とか多いんですね。そういう方たちが、まあ、適齢期になって、うん、幼稚園受験をするっていう時にな、まあ、幼稚園にね入るタイミングで、はい、まあ、ちょっと幼稚園受験してみようかなって思うと、私たちもその時に幼稚園受験クラスみたいなものができたりとか突然出現するみたいな、ね、そうですね、じゃあ別に成功してないかっていうとそうでもなく、日本女子大の方面の幼稚園も入ってるし、次第の幼稚園も入れてるし、まあ、そういう意味で工科学園の付属の幼稚園とか、はい、結構、まあ、開けてみるといろいろな行政幼稚園もいますし、そうなんです。なんていうのかな、一人二人そんなに大勢でそれを私たちはなんてポイントとしてないの で、 そうです、ね、やっぱり、まあ、一シーズン二人、多くて二人か三人、うん、でも一人とか、まあ、それでもそのしたいという人が出れば対策をしましょう、その時に幼稚園受験クラスみたいなものができるんですけれども、はい、まあ、私たちが考える幼稚園受験っていうのは、はい、まずわがままな子は入らないと。お、幼稚園側がそれを見極めてるということなんですね。もちろんそうですね、うん、もうなんか泣いちゃった子に対してはもう時間もないので、はい、泣いちゃったら、あ、もうじゃあちょっと後にしましょうとか、じゃあ教室で出てちょっと外に出ていただけますかとか、はい、そういう感じで、もうまず泣いたら、まあ、もちろん小学校受験もそうなんですけど、泣いたらもう無理っていう、はい、だからスムーズに親子で別れられるかっていうところだと思うんですね。で、よく私たちが言うんですけど、幼稚園受験で年少の子たちを、はい、年少受験の子でも年中受験の子でもそうなんですけど、もう最後1ヶ月ぐらいになると年長と一緒に授業するんです。ほうほうほう。年長の、受験の子たちと、うんうん、それなんでですか？まあ、問題的には例えば少しは優しくするんですけれども、見てて本来その年長のようなもっと上の子たちと一緒になっても、うん、まあ、ほぼ一緒に行動できる。だから自分のものが終わったら一番後ろにつくとか、自分がやるまでお姉さんたちがやってるのをちゃんと待ってられるとか、うんうん、集団行動なんかにしても、もちろん年長には難しいものを出しても、その子たちにはちょっと優しめなものを出しても共に年長の子たちと行動ができるっていう、これが結構私たちの、はい、あ、いけるかなっていう一つの目安に。だからつまりそういう大きいお兄さんとかお姉さんたちがいながらも動揺しないっていう。そう、入る子って結構幼稚園受験する子にとっては年長さんも結構大きいお兄さんお姉さんに見えるじゃないですか。そうなんです。でもなんかちゃんと輪に入ってね、一緒にできるんですよね。手つないで、一緒にみんなで歌を歌ったりとか、みんなで一緒に真似っこしたりとか、はい、そういうことが年長の人たちと一緒に行動ができるっていうのは、これ一つの合格の目安にはなってます。フレンドリーの子供の場合、やっぱり普段そのいろんな学年の子たちがさ、雑多にって言い方でいいかな、わーっと一緒、その同時進行的にいろんなところで授業が起きてるので、あんまりそのお兄さん怖いみたいな精神状態にはならないのかもしれませんね。全然なってないですよね、うん、で今日びっくりしちゃったのは、1歳11ヶ月で子が、まあ、お兄さんがここに来てて、うん、でその子は今仲良し教室入ってるんですけど、はい、ふと聞いたら
自分の名前をすごい明瞭に言ってるんですよね。まだ2歳にもなってない、ね、あとね、うん、1ヶ月で2歳っていう子なんですけども、でその子はまあここにはお兄さんたちも迎えに来ることもあるんですけど、うん、自分のクラスっていうのもこう持ってるんですね、はい、ちゃんと自分で。私たちは2歳は2歳3歳っていうのは絶対一つのグループにはしてないの で、 そうです、ね、必ずマンツーマン、マンツーマンにしてるんです、じゃないともう生まれてね2年とか3年しかまだ生きていない子たちがね、全員で集まって何ができるのかなっていう、まあ混沌ですよね。そう、3人だってもうぐちゃぐちゃだと思うんですよ。だからそういう意味でまず1対1できちんと行動ができるかっていうことをするんですけれども、はい、もうその子はもうその年にして自分の時間の時はちゃんとお母さんとバイバイできるし、一時期大変だったんですけど最近はもうきちんと落ち着いて、で先生と一緒にいろんなことしてるんですけど、まあ会話も豊富だし、その時間はその子はちゃんとわきまえてやってるんですけれども、そこは大事ですよね。そうですね。それでまあ今度年少に入っていく子なんかも、今年幼稚園、まあ結構有名なところの幼稚園2つ入ってるんですけど、それがもうその時点で入るなと思ったのは結構喋れるんです、うんうん、で仲間分けもちゃんと椅子に座りながら、もちろんママとバイバイして、はい、で頑張ってくるねみたいな感じで、うん、でも椅子に座って、で何の仲間とか仲間分けも全部できるし、その何かっていうものの名前も全部言えるし、そしてお名前教えてくださいって言ったらもう名前も言うし、好きな食べ物は何ですかとか、お父さんと何をして遊びますかってそれも言えるんですよ。割と高度な質問を答えられる。そうなんですよ。で言葉も明瞭で、あ、これはもしかしたらいけるかもしれないと思ったらやっぱりさすがに合格したんですけれども、今先生がそのわきまえてるって言ったのはちょっといいなと思って、例えばフレンドリーに来る親御さんってやっぱり終わった後すぐにさようならって帰らないっていうか、終わった後もちゃんと先生といろいろご相談とかするじゃないですか。そうですね。子供って結構待つ時間があるじゃないですか。でも他のなんだろう、見学とか来た子ってもうママ帰ろうよって嫌だろうなってなっちゃうけど、ここの子たちって結構静かに待ってたりとか、お兄さんと静かに遊びながら待ったりとかできますもんね。でママが来たからってママにくっつくわけでもないし、うん、だから一番ね、あこの子わがままだなって思うそのワンワールドワードっていうか、はい、一つの言葉があるんですけど、ママがいいの、お母さんがいいのと言ってコアラのように張り付く、あもうそれ見た瞬間に、あこの子はわがままだなっていう、ね、ママがいいのって、うん、どれだけママは優しいんだろうって私なんか思うんだけど、うん、そういうのがありますね。そうです、なんか不思議と共通でみんな言いますね、ママがいいの、うん、ママがいいのっていうのは、うん、もうママが甘いですの証拠なんですよね、うん、だからまあ例え迎えに来た時にしても、はい、今日頑張ったじゃないって言えるぐらいの親じゃないといけないっていうことと、うん、やっぱり小学幼稚園受験っていうのは必ず子供にも面接があるので、ちゃんと3人できちんと座れる子、はい、である学校、ある幼稚園なんかは、3人で遊ぶ、3人で遊ぶって何、もしかして子供とパパとママと3人で遊ぶのって、そうなんだって。でまず子供が好きなボール持ってきた、ラグビーボール持ってきたらしいんですよ。それで遊んだらしいんですけど、はい、まあ投げてね、はい、ラグビーじゃないですけど、はいはい、そんなようなことをしたらしいんですけど、そういうところのその親子の関わりみたいなものを幼稚園受験で見るんですね、はい、だから幼稚園受験って不思議なんですけれども、友達同士遊ばすっていうことあまりないんですよ、うんうんうん、つまりその幼稚園に入るまでの間っていうのは向こう側も心得てるから、はい、まだ協調性もないですし、みんな一人で遊ぶことね、でそこで友達関係なんて築けないんですよ。集団行動はこれからではない。そうなん、だから集団行動の、だからこそ集団行動のテストっていうのは小学校受験にもあるんですよ。なるほど。じゃあ幼稚園受験はどちらかというと家庭でどう過ごしてるか、ね、親子遊びっていうのがものすごいんです。なるほど。だからよく親子遊びってどんなことするんですかって言われるんですけれども、はい、その親が
どういうふうに子供に関わってるか、うん、だからそうね、これ悲しいよねとかもう先に答えを言っちゃう。あー、ありますね。例えば本を読んであげながら、これってこの猫ちゃん悲しんでるよね、どう思うって言ったら悲しんでるって言い決まってるじゃないですか。もうおむかしすればね、そう見てるんですよ、じゃなくてこの猫ちゃんってどんな気持ちになってるかな、そうか、じゃあこのワンちゃんはどんな気持ちだろうっていう風な感じで、それが分からなければ二者選択を出すしても、やっぱりそういう風にね、だから積み木なんかを例えば作る親子遊びだとしたら、お母さんこれがいいから、じゃあみんなで家作るとか言って提案してるのがママだったりしてね。そっか、子供はもうただうんうんって言って、そうそうそう、じゃあこの三角ここに置いた方がいいんじゃないのとかね、ついやりますよね。やっちゃいますね、うん、そうじゃなくて、何が作りたいって言って、うん、じゃあこうなんだ、じゃあそのためには何がいると思うってまた子供に質問して、そうね、じゃあどうやって作ろうかとかって、そういうふうな言葉かけができるかっていう、まあ、そのためにうちは練習はしますけれども、ついねみんな手出してるんです。待てないで親が指導型になっていっちゃうと、親がどんどんこう先を進めていっちゃうっていう、それが重なっていくとやっぱり自分で何もできなくなっちゃうということにもつながっていくんですね。もうだから幼稚園受験だから、幼稚園に入ったって結局そこから親が育てるわけですよね。そうですね。幼稚園時代だって子育ては親がしなきゃいけないってなると、こういうふうな関わり方してる親の子供はいらないなってことになっちゃうから、親子遊びっていうのは相当気をつけないと、はい、できないと。小学校受験とは違った観点での準備、考え方が必要なんですね。ですね、はい、はい、ということでね、西荻フレンドリースクールではその幼稚園受験も対応は可能ですので、そうですね、お困りの方がいたらね、はい、ぜひご連絡いただければと思います。まずはやっぱり体験授業や相談会というところですね。そうですね。はい、なのでね、気になっている方がいましたら、ぜひまずご連絡いただければと思います。お待ちしております。はい、お待ちしてます。はいはい、各種情報ですが、メールマガジンでも、いろいろと配信をしております。例えばセミナーのがあった場合、早めに日程をお知らせしたり、冬季講習、夏季講習、春季講習などある場合は、お安い料金でのご案内をしてまいります。よろしければぜひご登録ください。はい、連絡先です。03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育、小学校の入学準備などなど幅広くお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。